地でな返さないぜ。終わらせる。押し寄せる。相手にならねえな。あったま。おお、来たな、桐生。いいか、これからまた場所を変えるぜ。もう準備はできてるんだよな。ああ、準備はできてる。よし、実はよ、今回お前に会わせたいゲストはたまたま偉人町に来てるって連中なんだ。なんだ、たまたまって。そいつらを呼び出したのは俺じゃなくて横浜青龍会さ。海老名が極道の第二次大解散を見据えて地方の組織にも声をかけてるだろ。で、その招きに応じて会合に来たのが今回のゲストだ。はるばる広島は尾道からな。尾道から。広島陽明連合会の直系、広瀬一家の田頭と松永、この二人がまさに今偉人町に来てる。田頭と松永か。連中にとっては青龍会がどれほどのもんかの視察らしい。あいにく頭の南雲は広島に残って留守番だ。視察？海老名の第二次大解散が実現すれば全国の極道組織にも影響が出る。どこの組だってみんな横浜の動きには知らんふりできねえ。で、田頭と松永が広島の陽明連合会を代表して青龍会を視察に来たんだ。ほう、あいつらが広島の代表とはな。前は広瀬一家も弱小だったがよ、最近じゃあっちでちょっとした顔になってる。一家の総長だった広瀬徹の意向だろう。広瀬は陽明連合会の先代クルス・タケルに忠実に仕えて何十年も自分の手を汚し続けて死んだ。きっとその功績が評価されたんだろう。広瀬の残した一家は直系に格上げになったんだ。おかげで田頭と松永も本家の幹部として扱われている。なかなか羽振り良さそうだったぜ。そうか、なるほど。なんだよ、あんまり嬉しそうじゃねえな。別に会いたくなかったか？そういうわけじゃねえ。ただ向こうは俺が生きてると知ったら気に食わねえかもな。あ？なんでそうなるんだよ。もともと広瀬一家って組は小さくあったが、なんとも居心地のいい場所だった。そこへ俺が現れた途端に全てが一変したんだ。広瀬の親分を死なせるきっかけにもなった。俺が広島に首を突っ込まなきゃ、今も田頭たちは親を失わずに住んでいたかもしれない。その言い訳もケツを拭くこともしねえで、今日まで俺は死んだことになってるんだ。実際あいつらに合わせる顔がねえ。ならちょうどいいだろう。お前はまた和樹たちの時みたいに隠れてるんだ。どうせ田頭たちとは顔合わせちゃいけねえんだし、かえってすっぱり割り切れるよな。まあな。それに広島はお前が死んだとされる土地だ。少し大げさに言えば桐生一馬終焉の地。田頭も松永もその場に居合わせてた。お前の死に際を見てどう思ったか、ちっとは興味あるんじゃねえのか。なんだか意地の悪い言い方だ。俺にそんな覗く趣味はねえぞ。まあこのタイミングで偉人町に来るなんてきっと何かの縁だぜ。じゃあ行くとするか。田頭たちがどこにいるかは調べてある。このすぐ近くの店で飲んでるんだ。
見えるか、桐生。田頭と松永だ。ああ。二人とも全然変わってねえな。昔あった頃のままだ。いや、そうでもねえか。周りに若い衆を控えさせるようになった。クソが。わしらいつまで小川の扱いじゃ。わざわざ横浜組んだりまで来てやったのに。おう、招かれざる客っちゅうわけじゃの。舐められたもんじゃ。清流会のボンクラども、わしらが広島でどれほどのもんか分かっとらんわ。なんだか機嫌が悪そうだな。女の子が席につかねえもんでイラついてるってところか。さあ、こっから覗いてるだけじゃ分からねえ。よし来た、任せとけ。あいつらの事情は俺が直接聞き出してくるさ。伊達さん、何する気だ。俺は大道寺に行動を制限されてないもんでね、お前と違って何でも自由に振る舞えるんだ。おい、伊達さん。あ、何ならあんだ。警視庁の刑事で伊達ってもんだ。この名前に聞き覚えはねえか。わしら東京のデカなんぞ誰も知りませんわ。さっさと消えて使わせ。でないとそこの若いもんはまだしつけができとらんけ、噛みつかれて怪我しても知らんで。へえ、おやおや、そいつは穏やかじゃねえな。なんじゃい、口だけじゃ思われとるんかのわしは。ちょ待てや、田頭。東京の刑事でだって言うたら、キリーの兄貴が世話になっとった人じゃないんか。え、あ、そういえば。いや、じゃけどそんなんがなんでここに。広瀬一家の田頭に松永だよな。よかったら一杯おごらせてくれないか。今日は仕事じゃねえし、手帳をちらつかせる気もねえんだけど。いいだろ、女の子はいねえし退屈そうだ。まあ確かにそうじゃの。ええんですか兄貴。わしデカと飲むなんて気進まんけど。ええんじゃ、伊達さんも言ったじゃろ、手帳なし肩書き抜きのただのおしゃべりじゃ。ほいじゃけデカと飲むっちゅう話じゃないわの。うそうじゃろ伊達さん。ああ、あんたの言う通りだよ。まあ松永の兄貴がええっちゅうんならわしもそれで。お、ありがとな。それにしても二人さん、なんだかイラついてるように見えるな。どうした、なんかあったのかい。なんかあったのかじゃありませんわ。横浜には呼ばれてきたのにずっとよそ者扱いで、ここらの元極道たちがみんなしてわしらを煙たがっとるんですわ。清流会に用意したビジネスの口も限りがあるけ、わざわざ遠くから来るなっちゅうことじゃろ。自分らの取り分が減らんか心配しとるんじゃ。ほら見てくださいや、みんなわしらを気にしとります。そのくせ挨拶してくるわけでもありやせん。なんだよ、ここの客はみんな元極道か。今偉人町は元東条会やら元近江連合で溢れとりますけ。は、別にわしらは広島で十分食えとるんじゃ。わざわざここに来んでもよかったんですわ。おいでも陽明連合会の本家が頼む言うもんで仕方のう来とるんじゃ。もしかしてこのテーブルだけずっと女の子がつかないのも嫌がらせだったのか。ここらじゃめぼしい女も少なくてな、広島の田舎者にまで回してる余裕がねえんだよ。なんじゃどこら、物欲しそうな顔しやがって。たかりに来てんじゃねえぞこのクソ虫が。はぐれもんがよう言うたの。
その度胸だけは褒めたるわ。踊れら吐いた唾飲まんとけよ。お広島弁の勢いだけだろ。そんなんでごまかされっか。てめえらはこの町から出てけ。嫌なら俺らが叩き出してやるよ。なんじゃい、踊れは。おい、お前が出てきちゃダメだろ、キリ。あ？キリュウイン。キリュウイン？伊達さんの知り合いな。いや、どうだっけな。お前らみたいな大幹部が広島の看板しょってよその土地で喧嘩すんのか。大ごとになるぞ。なんじゃお前。だからここは俺に任せとけなあ、伊達先輩。そうだ、こいつは俺の部下で桐生院だった。よし、わかったな。お前ら手出すなよ。アホ抜かせ。俺はわしらの喧嘩じゃろうが。いいから、お前らのためにやってんだ。黙ってみてろ。沈めてやる。後悔するなよ。やるか。合わせるぜ。出血が多いな。手加減はなしだ。どこ見てんの。いけるな。東京だけは買ってやるよ。格が上がったね。いや、驚きましたで。強かったですの。刑事さん、さっきは本物の極道みたいじゃったわ。下手するとわしらよりも喧嘩強かったりしての。ほうか、わしはそこまで言わんで。ほいじゃが、小柄な人がおるけ、警視庁は優秀なわけじゃの。悪いな、こいつ無口なもんだよ。そこがまたええんじゃ。本物の男はそうよ。思えばあの人もそうじゃったの、兄貴。わしも思い出しとったで、たかしら。キリュウの兄貴のことをの。え、ほうじゃろう。よう見るとこの人どっか桐生の兄貴に似とるんじゃ。うん。いや、そうか。どうだかな。俺はお前らより桐生とは付き合いが長かったんだ。あいつはほら、こんなのよりずっと男前だったぞ。確かにの。よう見えたかしら。桐生の兄貴に似とるっちゅうの褒めすぎじゃ。そりゃそうですの。まあでも名前は似てるよな、キリュウとキリュウインつって。なあ。いや。どっちも強そうな名前ですけど、キリュウカズマユンはわしらにとって別格の名前なんじゃ。なんせあの人と出会ったあの時期にわしらの極道人生は何もかもが変わったもんで。まったくじゃの。何がどう変わったんだ。いい方に変わったのか、それとも。さて、どうなんでしょう。キリュウの兄貴と一緒に戦ったあの時、うちの総長広瀬も本家のトップクルスも死にました。尾道に浮上したもんは表向き今も謎に包まれとる。その全てに関わったとされる兄貴が亡くなって、いろんなもんがうやむやにされよった。
戦争中の汚職から戦後の権力争いまで、まるで桐生の兄貴がケツ吹かされたみたいにです。警察も何かっちゅうと、桐生一馬が死んだせいでもうその先の調べが進まん、何もわからんという。まったくよう言いますわ。どう考えてもそんなわけなかろうに。おかげでお偉い政治家の先生方が何人も命拾いしたんじゃろうの。いわゆる大道寺一派と呼ばれる連中じゃ。じゃけその息がかかった陽明連合会本家もうちの組を直系に格上げしてくれましたわ。要するに広瀬一家っちゅう組織にとっては桐生の兄貴と関わっていい方向に風が吹いたわけです。わしらはもう貫禄がついたっちゅうでの、神外町の古い住人にはようからかわれてますわ。そいつはよかったな。なあ、そうだろ。おいじゃが、わしはそんなことよりもただただ虚しいんです。おう、その通りじゃ。虚しいってどういうことだ。広瀬一家の正式な組員は頭の南雲以下、もうわしらを入れて3人だけじゃ。一番の若手じゃった雄太は沖縄で幸せにやっとるけ、それはそれでもちろんええんじゃが、もう極道としてあん時ほど熱くなれることは二度とはないんと違うか。桐生の兄貴の生き様を見てすっかり血がたぎったっちゅうのに。伝説の竜桐生一馬が死ぬほどの大喧嘩にわしもおった。広島であれほどの一大事はもう起こらん。わしらはその後ずっとぬるま湯に浸かっとる。それがなんや虚しいんですわ。その点広瀬のおやさんはきっと本望じゃった。最後にはあの桐生一馬と拳を交えてまぶしく散って、死に顔もなんやすっきりした表情での。おう、ほうじゃったの。クルスタケルの汚れ仕事を請け負う裏の顔から解放されたってこともあるんじゃろう。おいでもあんなかっこええ死に方するんは極道の花じゃ。じゃけさっきみたいなつまらん連中との喧嘩でもわしら喜んで買うつもりじゃったわ。わしらを止めたんが警察のお人じゃなかったら代わりにお相手してもらうとこじゃ。冗談じゃねえよ。おいじゃが、考えてみりゃそがな喧嘩何の足しにもならん。いつの間にか腐っとったんですかの。わしら広瀬のおやっさんや桐生の兄貴のことなくしたもんばっか数えて何度も昔語りじゃ。いつまでもそがなことやって偉そうにしとる。天国のあの人らに見られたら恥ずかしいわ。そのことを今日はなんでか桐生院さんの喧嘩っぷりを見て思い知らされたんじゃ。ほうじゃの。へえ。本当にそれなんでなんだろうな。ん、なんだよ急に。帰るのか。俺のおごりだ。全然遠慮なんかいらねえんだぜ。ええんです、もう帰りますわ。清流会の視察もええ加減十分ですわ。それよりも今はよ南雲の頭に土産話をしてやりたい気分なんですわ。へえ、どんな土産話だ。横浜の偉人町でわしらは偶然あの桐生の兄貴にも身を取りせん男と会うたんじゃとな。うん、頭はきっとそがなことはありえんって言うじゃろう。じゃがわしらはこう答えますわ。どんなにありえんことじゃろうが、それでもわしらはこの目で間違いなく見たと。わしもです。おお、ああそうか、わかったよ。もう引き止めねえさ。だったら
最後に一つだけ伝えておくことがある。青龍会から全国の極道への呼びかけは信用できない。あれには何か裏がありそうだ。広島側の話に乗るのはやめておいた方がいい。それでしたら多分大丈夫です。まだ海老名の話に釣られるほど陽明連合会の力は衰えとりませんけ、広島はこれからも一本どっこでやっていく方針になると思いますわ。今のキルインさんの言葉でダメ押しじゃの。わしらも今夜横浜から帰ることにしますわ。そうか、それならいい。お気遣いどうも、キルインさん。なあ、あいつら気がついてたと思うか、お前の正体に。どうだろうね。たく、そりゃあのままあいつらが喧嘩を追っ始めちまってたら陽明連合本家巻き込んでの大騒動になるとこだった。このご時世だ、広瀬一家は最悪トカゲの尻尾切りで絶縁食らってたかもしれねえ。ああ、だからってお前は出てきちゃまずいだろうが。もしバレててもこれは俺のせいじゃねえからな。別に責めてなんかいねえだろう。むしろ感謝してる。伊達さんの強引なセッティングがなきゃあいつらと話す機会は持てなかった。俺は広島をかき回すだけかき回した挙句勝手に死んだ身なんだ。あいつらのその後を聞ける立場じゃねえ。だがずっと気にかかってはいた。だったらよかった。ごちそうさん、また来るよ。おう、じゃあまたな、キリュウ。いらっしゃいませ。いただきます。こういう店でユッケジャンクッパを食べられるとは、味もいい。このお店のメニューはなかなかグローバルよね。おしんこカレーユッケジャンクッパ。確かにな、さすがは貿易の街といったところか。いや、普通にママの好きな料理なだけでそんな大層な理由じゃねえぞ。なんだ、そうなの。でもせっかくいろんな地域の料理があるわけだから、中華料理もメニューに加えてほしいところだね。俺からママに伝授しようかな。あら、いいじゃない。何を伝授するの？チャーハンとかエビチリなんていいじゃない。でもこの店だと火力が弱いかな。火力の弱い中華はダメだ、俺が許さん。え、ああ、ん、なんでなんちゃんが熱くなるのよ。難波くんは妙に火力にこだわるんだよね。まあ言ってることは正しいんだけど。蝶の伝授はこの店の火力が強化されてからだな。業務用だからちょっと高くつくが仕方ねえな。ママすごい嫌そうな目でこっち見てるんだけど。俺らがこの店で中華食える日はまだ遠そうだ。ごちそうさま。ありがとうございました。
もしもし。伊達だ、桐生。手が空いたらまたハーバーライトに来てくれるか。ああ、分かった。そうするよ。何見てんだよ。サイコ、ちょっと相談したいことがあるんだが、聞いてくれるか。え、何？珍しいわね。別にいいけど。ソンヒが相談って何か悩み事とかかな。私はラーメンが好きそうに見えるか。は？ラーメン？最近気づいたのだが、美容院へ行くと誰が担当になっても必ずおすすめのご当地ラーメン本を渡されるんだ。うん、待ち時間の時に本を渡されるだろう。あれがいつもラーメン情報誌なんだ。他の女性はファッション誌とかを渡されているのに、なぜか私は。もしかしてサイコも初めて私と会った時、こいつラーメン好きそうだなとか思っていたのか。いや、いけすかないグラサン女とは思ったけど、ラーメンは感じなかったな。そうか、ならいい。いいんだ。このことに気づいてから人目が妙に気になってな。別にたまたまじゃないの。私もグルメ雑誌とか読んでるし。気にしすぎか。まあ確かにそうかもな。ただ次は何を渡されるか気になるから、また美容院へ行ってみる。結果は追って報告しよう。うん、頑張って。てか美容院行く目的変わってない？何？いたくないよ。してあげますよ。調子がいいぞ。やろうか。結構調子いいかも。楽しませて。どうした？もうギブアップ。治安の下積みだ。調子出てきたぞ。血の深いやつか。覚悟できてる。よく手数がいるな。ちょっと目立っちゃおうかな。やるのか。その肌を血で濡らすのが楽しみです。くらいなよ。せいっ。力の差を見せて。コンビプレー。手加減はなしだ。シンプルに行くよ。ここは任せて。ダウンとけますよ。よし、かけん。弱い。まあ、こんなもんだ。
前にこの店で食べたフランス料理うまかったな。金持ちはいつもああいうもん食ってるのかね。なんだ、羨ましいのか。まあ羨ましいかと言われたらそうよね。あればっかりだとさすがに太っちゃいそうだけど。まあ実際羨ましいけどさ、別に悲願じゃいないぜ。前に知り合いのおっさんが言ってた金言が俺の胸に刻まれてるからな。金言？金持ちが納めた税金で俺は保証を受けてるから実質俺の勝利ってな。おお、マジで感銘を受けたぜ。受けるな。何かあったのか。いや実は今日有名な職人が作る中華鍋が発売される日でさ、一度使ってみたかったから狙ってたんだよ。ただ数量限定で即売り切れになってる。クソ、すごい人気なんだなその鍋。まあ人気もそうなんだけど、これは転売ヤーの仕業だね。転売ヤー？前にも限定の中華包丁が売り切れてすぐオークションで高値出品さ。なるほどな、そいつらの餌食になってんのか。使わないなら買うなっつの。腹立つな。まったく、転売ヤー見つけたら全員唐揚げにしてやるよ。嬉しくない唐揚げだな。よし、よく分かってきた。邪魔すんじゃねえよ。本気で来たよ。終わらせる。押し寄せる。相手にならねえな。ここがその廃墟か。建設中に火災か。もったいない話だね。お、いたな、歌丸。ああ、孫飛か。あ、なんかこわもての人ね。相当の使い手なのかしら。待っていたぞ。何が待ってたぞ。だ、呼び捨てにしやがって。調子に乗るんじゃない。ごめんなさい、なんか雰囲気に乗ってしまいまして。で、こいつは誰なんだ。ああ、うちの幹部の一人、歌丸だ。この廃墟の噂を聞いて先に調査に行かせていたんだよ。歌丸だ、よろしく頼む。で、どうなんだ。このビルに巣くってる連中はいたのか。はい、めちゃめちゃいました。
かなりの数です。しかもめちゃくちゃ強いです。うちの部下や周囲のチンピラ連中をかき集めて中を調査させたんですけど、全然帰ってこないし。帰ってこない？そいつらにやられたということか。おそらく。それか孫悲が怖いからあっちに寝返ったのかもしれませんがね。プククッ。何がプククだ。お前が責任者だろうが。いい、その通りです。ごめんなさい、ごめんなさい。しかしうちの部下でも手が出ないとなるとかなりの強敵揃いかもしれないな。このまま引き下がるわけないだろ。偉人町の裏社会を仕切る立場としてそんな奴らをのさばらせておくわけにはいかない。うちの部下を可愛がってくれたっていうのならなおさらだ。きっちり借りは返す。さすがは我らのリーダー孫悲。そう言うと思ってましたよ。奴らはここの地下に巣くってます。かなり下の階まであるみたいですからお気をつけて。お前は行かないのか？私は行きません。危ないですからね。暴力反対。よし、じゃあ行くか。コミジュルの調査隊も捕まってるのかもね。見つけたら助けて行きますか。そうだな、結構強いらしい。気合い入れていくぞ。はいよ、行くよ、ソンヒ。行ってらっしゃいませ。だったよね。僕も楽しませて。楽しませてもらうよ。やるか。ほら。手加減はなしだ。くれ。状況だけは買ってやるよ。まだ強くなれるとはな。何見てんだよ。邪魔するつもり。さて始めようか。終わらせる。おしおく感情チーカー。見とれないでよね。お宝の予感。文句あんのか。ただじゃ済まさねえ。いつでも行けるよ。終わらせる。相手にならねえな。いつ？ん？あそこに何かあるな。さあどんどん行くわよ。調子出てきたぜ。
あそこに何かあるな。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？あそこに有益なものがありそうだぞ。あったまってきてね。自分舐めてるの？邪魔するつもり？本気で来たよ。終わらせる。お仕置きに勝てます。度胸だけは勝ってやるよ。あの人、あんたの最後は楽しませてもらうよ。やるか。狙うか。よし、調子出てきたぞ。どうした？終わらせる。どうしようかな。どうした？私も狙うか。俺の番。これで私の番。コンビプレイ。手加減はなしだ。ありがとう。相手にならねえな。てめえの悲鳴を聞いつでも行けるよ。終わらせる。さあ、まあ、状況だけは勝ってやるよ。よし、先に進もうか。悪くない気分だぜ。あそこに有益なものがありそうだぞ。お宝の予感。あそこに何かあるな。体が軽い。先を急ぐぞ。何見てんだよ。てめえの悲鳴を聞くのが楽しみだ。覚悟してよね。終わらせる。押し置き。相手にならねえな。
お宝の予感。いい感じ。出てんじゃねえよ、クソ。泣き叫んでもいい。楽しませてもらうよ。終わらせる。度胸だけは買ってやるよ。調子出てきたぜ。あいつ助けを求める。血祭りにあげてやるよ。本気で嫌いね。いやコンビプレイ。どうしよっかな。合わせるぞ。狙うか。調子出てきたぞ。もうギブアップ。追撃する。やりますか。やるのしちゃう。手加減はなしだ。ここ俺の番。ほらほらさっさと来い。来いよ。やるか。調子出てきたぞ。私も狙うか。私の番。合わせる。やりますか。傷が痛みやがる。よし、バッチリ。私の番。コンビプレイ。若い頃を思い出すのは。終わらせる。格が上がったね。人生これ成長ってな。負ける気がしねえな。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？先に進もうか。いい調子だね。
あそこに何かあるな。開けてみるか。開いた。まあこんなもんだ。ここは誰もいないみたいだね。せっかくだし休んでいこっか。私の番。コンビプレイ、ね、かかってきなよ。脇が甘いな。しつけの時間。相手してやる。どうしよっかな。もうギブ。調子出てきた。私も狙うか。やりますか。俺の番。どうした。なんだよ。まだ勝負はありすぎ。まだまだ強くなれそうだ。悪くない気分だぜ。お宝の予感。あそこに有益なものがありそうだぞ。てめえ喧嘩させろ。なんだお前。調子乗ってんじゃねえ。本気的だよ。やるか。狙うか。はっ。調子出てきた。手数がいるな。もうギブ。どうしよっかな。相手にならねえな。よし。ねえ、あれなんだろう。行ってみない。あいつ調子に。いつでも行けるよ。やるか。合わせるぞ。手加減はなしだ。超えるね。私の番。さっさとやりますか。私の番。協力しちゃう。調子出てきた。コンビプレイ。助けよ。どうしようかな。ちくしょう。違う。俺の番。またいい男になっちゃった。大人の渋みが出てきたぜ。さあどんどん行くわよ。問題ない。あそこに有益なものがありそうだぞ。
あそこに何かあるな。お宝の予感。負ける気がしねえな。たく、なんなんだよ。久々に暴れてやるわい。やるぞ。よく吠えるな。私の番だ。相手してやる。手加減はなしだ。いけるわ。これじゃ。私の番。合わせる。俺の番。遊んでやる。よっしゃ。よっ。やるか。狙うか。よし。もうギブアップ。調子出てきたぞ。格が上がったね。度胸だけは買ってやるよ。調子出てきたぜ。ねえ、あれなんだろう。行ってみてない？偽物じゃねえぞ。黙れ。かかってきやがれ。やるか。コンビプレイ。手加減はなしだ。サポートする。どうしよっかな。合わせるぞ。よく吠えるね。やりますか。まだ。まあこんなもんだ。何見てんの。舐めるな。覚悟してよね。私の番。調子ついてくれるか。いい感じ。よし、先に進もうか。負ける気がしねえな。お宝の予感。開けてみるか。うお。いつでも行けるよ。やるか。私の番。もうギブアップ？容赦しない。それ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 
まだ強くなれるんだ。見とれないでよね。何だったんだあいつは。金庫にあんなのが入っているとは。どこにどんな奴がいるかわからん。開けるときも用心しておくか。まあこんなもんだ。何見てやがる。当分飯が食えないようにしてやるよ。始めようか。私の番だ。仕留める。しつけの時間。相手にならねえな。さあどんどん行くわよ。いつでも戦えるぞ。あの人、僕も楽しませてよ。さて始めようか。私の番だ。狙うか。調子出てきたぞ。来ないよ。私の番だ。やりますか。さっさと来い。やるか。任せて。手加減はなしだ。コンビプレーね。どうしようかな。私も狙うか。やるのか。容赦しない。もうもう俺の番。くらいなよ。私に。あら？かかってきなよ。調子出てきたぜ。よそ見する暇ある。死にたいね。終わらせる。私の番。見せてあげる。はっ。大丈夫。悪くない気分だぜ。さすがにきついな。あそこに有益なものがありそうだぞ。悪くない気分だぜ。
謝罪するまでぶちのめす。弱ってる時にさ。やるく。どうした？さてと。よく吠えるね。止める。しつけの時間。死ねえ。私の番。来いよ。遊んで。やる気あるの？で。手加減はなしだ。こうなって追撃する。もうギブアップ。寝てるわ。食べれちゃったよ。しのげるかな。できたんだよ。せやでよ。すまない。さっさと来い。調子がいいぞ、私は。さてと、よく吠えるね。どこ見てんの？ほら。ありがとう。どうしよっかな。狙うか。調子出てきたぜ。任せて。目立っちゃおうかな。力の差を見せて。脇が甘いな。空くれてやる。弾け飛べ。行くぞ。どうした？手加減はなしだ。ありがとう。東京ではかんでやるよ。あそこに何かあるな。お宝の予感。何でもできそう。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？あそこに有益なものがありそうだぞ。お宝の予感。あいつ社会ってものを教えてやる。後悔するなよ。やるか。止める。しつけの時間。よし行くな。来いよ。調子出てきたぞ。さてと、もうギブアップ。終わらせる。どうしよっかな。見せてあげる。それ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 。やりますか。くらいなよ。さっさと来い。私の番。手加減はなしだ。私の番。目立っちゃおうかな。やるか。よく吠えるね。遊んでやるんか。クロエ。
調子出てきたぜ。協力しちゃう。やめてくれ。怖い。どうしようかな。コンビプレイ。やめてくれ。私に合わせるぜ。無駄だ。そこにはマリコがよくか。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？よし、先に進むぞ。開けてみるか。やったぜ。まあ、こんなもんだ。ここなら安全なんじゃない？ちょっと休憩していこうか。怒られる覚悟はできて。いつでも行けるよ。よろく。楽に死ねると思うな。どうした？手加減はなしだ。行けるわ。来ないぞ。どうしようかな。追撃する。俺の番。どこ来てんの？しのげるかな？私に対してやる。脇が甘いな。調子出てきたぞ。終わらせる。私の番。テッチ。無駄だ。よりやがる。暇つぶしになったよ。まだまだ強くなる。格が上がったね。人生これせ。大人の渋みが出てきたぜ。
らっしゃいませ。ありがとう。どちらまで？それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どちらまで行く？それでは。
それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どちらまで行く？そうですか。また。どちらまで行く？それでは。おお、来たな、キリュウ。いいか、これからまた場所を変えるぜ。もう準備はできてるんだよな。ああ、準備はできてる。よし、今回のゲストは九州からだ。長須タクシーの中島社長。中島社長。お前が福岡でタクシーのうんちゃんやってた頃、しばらく世話になったって話だったろ。おい、どうした？まさか覚えてないなんて言わねえよな。せっかく連絡つけてこっち呼んだのに。覚えてるよ。俺はそこまで恩知らずじゃねえ。だがもう二度と会えないだろうと思ってた。仇の人で、あれだけ長く一緒に過ごしたのは、俺にとって中島社長ぐらいかな。考えてみりゃお前、あの頃も過去を捨てようとして偽名を使ってたんだよな、鈴木太一って。今も昔も苦労の絶えねえこった。中島社長とは電話でどんな感じだった？もういい年のはずだ。元気なのか？どうかな。そいつはお前の目で確かめてみろ。ん？もしかしてどこか悪いのか？そげーに飲めんちゃー。まいったなー。もうそんな、社長さん遠慮しないで。今日はおごられに来たんでしょ。それはそうばってん。あ、そういや伊達さんがまだ来とらんね。どげしたっちゃろか。俺なんかはめられとる。ぼったくられたりせんやろね。大丈夫、ちゃんと伊達さんから話は聞いてます。あの人は本物の刑事さんなんだから。伊達さん、あんたのさっきの思わせぶりな言い方は何だったんだよ。見ての通り元気なもんだよ。ちょっとでも再会のありがたみが出るかと思ってな。タクシー会社の方も景気がいいとは言わねえが、相変わらず社長として頑張ってるらしい。よかった、何よりだ。
だな。けど伊達さんは中島社長と面識がないよな。わざわざ九州からどうやって来させたんだ。それはまあ警視庁の職権を乱用してさ、あんたんとこの元従業員鈴木太一の件で話が聞きたいなんつってな。え？ただし警察の上には内密の個人的な捜査だから電話で済む話じゃない。ついては横浜までお越し願えないかうんぬんと。なんだか急にうさんくさい話に聞こえてきたぜ。そんなんでよく社長も来てくれたな。その代わり交通費も出したし、旅行みたいなもんだ。この店の飲み代も俺持ちなんだぜ。そんな怖い顔すんなよ。いや、伊達さんのことが心配になっただけだ。俺のために変な嘘までつかせちまって。いつも言ってんだろ、これは俺が好きでやってることだ、気にすんな。10年前、あの人は俺に言ってくれたんだ。何があっても社員として戻ってこいって。どん底の俺に手を差し伸べてくれた。なのに何の礼も言えてねえ。分かったよ。じゃあそいつを伝えるのが今日の俺の役目ってわけだな。こん店は楽しかねえ。俺もう横浜に引っ越しましよっかね。本当に？そしたら毎日うちまで通えるね。絶対待ってる。いやー、そげんこつしたらおいはすぐ挟んばい。うん？はじめまして、中島社長。私が伊達です。楽しんでいただけてますか？ああ、いやいや、すまんこってす。俺としたことがつい夢中になってしまうて。そげんでした。刑事さんと待ち合わせやったばい。そう固くならんでください。こちらこそわざわざ遠くまでお運びいただいて。座っても構いませんか？もちろん当たり前たい。いやー、ばってんまた鈴木さんの名前は聞くことになるとは思わんやったばい。ただ電話でも言った通り、俺が鈴木さんを最後に見たとはもう10年も前で、そげん話が今さら警察のお役に立つんやろか。実は鈴木とは私も刑事の立場を離れて個人的な付き合いがあったんです。それであいつを知ってる人と無性に飲みたくて。社長に迷惑なことは承知の上です。あ、いやいや、よかよか。交通費も出してもろとるし、それに俺も鈴木さんについては同じ思いばい。無口な人やったけんど妙に記憶に残るそげん男やった。ほんで鈴木さんはそのなんか事件でも起こしたんやろうか。もしかして逮捕ばされるとやろか。ん？ああ、いや、逮捕って。鈴木はもう何年も前に死んでますから。え？うん、そうやったとですか。知らなかったんですか？知らんです、知らんです。俺は全然。そうですか。鈴木さんがそげんこつに。いやー、信じられん。仕事一筋の真面目な人やったとに。なんか少し話が噛み合ってないかな。一応確認ですが社長、これはご存知ですよね。鈴木太一っていう名前が偽名だったことは。偽名？いや、そげのはずなかでしょう。まさかアホなこと言わんでください。いや、あれ、
あの、でしたら落ち着いて聞いてください。鈴木太一というのは偽名だったんです。あいつの本当の名前は桐生一馬、東条界で堂島の竜と呼ばれていた極道でした。あの鈴木さんが？嘘でしょ、なんかの間違いでしょ。あ、もしかしたら俺の言う鈴木さんと伊達さんの言う鈴木さんは別人やなかろうか。なるほど、そうきましたか。そういうことならこの写真の男、見覚えありますよね。以前にテレビの報道で何度も流れました。こいつが桐生一馬です。この映像が流れた後、無所に入り、そして広島で命を落としました。バッテン、やっぱ俺の知っとる鈴木さんとは別人のことあるですね。は？なんだって？どうも俺ははっきりあんたの話ばちゃんと確かめてから来るべきやったとです。人違いと知っとったらこげんとこまで旅費を出させることはなかったとに。いや待ってください社長、なんでです？え？あいつが九州で鈴木を名乗っていたのは確かなんです。あんたはなんで桐生を知らないふりするんです？知らんふりもなんも別の人やったばって。すいません、俺の早とちりでした。ここの飲み代は俺が出しますけん、もうこれで。いや待ってください。もうよか、俺は帰りますけん、話してくれんね。どうしたんです急に？どうもせんって、しつこかね。待ってください。おい待つんだ社長。なんね、そげん大声ば出して。あんたのその逃げ腰な態度、そうか、なんとなく分かってきましたよ。はあ？なんが？最初は純粋に鈴木太一を忍ぶついでに横浜を観光しようって腹積もりだったんでしょ。でも俺が察するにきっと社長は最近こいつを見たんじゃないですかね。ね、それはこの動画が出回ったことで状況は変わった。死んだはずの桐生一馬が生きているとネットの一部でそんな噂が流れているようです。あんたもこれを見たんですよね。多分俺とこの店で会う約束をしたその後に。知らんです、俺はそんな。どういうことなんだ？もし桐生一馬が今も生きて潜伏しているのなら、あんたとしては余計なことを警察に言いたくない。たとえ過去の些細な話でも、それがあいつにとって何か不利な状況になりかねないからです。平たく言えば仲間のことは警察に売れないって話だ。とはいえ横浜まで来て突然俺と会うのをキャンセルしても妙な疑いを残す。だからあんたは桐生一馬に対して知らないふりをしようとしているんだ。違う、俺は素言骨。あんたにしてみれば俺が桐生と本当に友人かどうかも疑わしい。何も情報を与えず人違いで通してこの席を立つのがきっと最善の手なんでしょう。でもね中島社長、それは誤解なんですよ。え？警察は警視庁も福岡県警も桐生が流すタクシーに在籍してたことを掴んでません。今まで一度でも警察からあいつについて何か問い合わせがありましたか？なかったはずです。桐生とあんたの関係も俺しか知りません。なぜかといえばこの情報は全部俺が桐生本人の口から聞いたからですよ。あなたと福岡で初めて会った時の話も聞きました。あいつは
町で絡まれてた女性を助けたが、その後自分はチンピラに殴らせるままにしてた。当時極道だった過去を隠さなきゃならない状況で、行くあてもなく自暴自棄になってたんです。そこへあなたが声をかけたんでしたよね。そしてタクシーの運転手として雇ってくれた。あいつは伝説の極道とまで言われる男です。警察の事情聴取でここまで話すと思いますか？俺は桐生の口から直接この話を聞いたんですよ。向こうはどう思っていたか知りませんが、俺としてはあいつを親友だと考えています。だってさ、そういうことやったとですか。どうやらあんたんこつは信用してんよさそうばい。じゃあ少しだけ時計の針を戻しませんか。初めからやり直しましょう。そうやね。鈴木さんの本当の名前が桐生一馬ちゅんはテレビのニュースで知ったとです。あん人がうちから去って、そのしばらく後神室町で大勢の極道と大乱闘ばしたちゅうで、そん時は会社の仲間たちと一緒に面食ろうたばい。もちろんただもんやないとは思うとった。ばって伝説の極道やなんち、ここだけの話、うちの社員には過去にやんちゃしてすねに傷持っとるもんも多か。おいもそん一人ばい。やけん桐生さんの件はわざわざ警察に届けるコツもなか、そげな風に示し合わせとったとこへ、今度は桐生一馬が広島で死んだっちゅうニュースが。ええ、さぞ驚かれたことでしょう。そりゃそうばい。ばってん、そんじゃさっきの動画は何ね。おりゃもうわけがわからん。伊達さんは知っとるんやね。結局桐生一馬は、鈴木さんは今も無事に生きとるとやね。どげんね伊達さん。俺はさっき偉そうにあんたの嘘を暴いてます。その舌の根も乾かねえうちに嘘は言えねえ。だからノーコメントってことにさせてください。ノーコメント？ダメですかね。なるほど。よかよか、そん言葉だけで十分ばい。あんたも鈴木さんによう似とる。不器用で嘘が下手でよか男やね。社長がそれを言える口ですか。嘘が下手なのはお互い様だ。それもそうやね。そんな社長だからでしょうかね。伝言を預かってきてますよ。え、初めて中島社長と出会った時、あいつは自分の過去から愛する人たちを守るために九州へ流れていったところでした。桐生にとって人生で一番どん底を味わっていた。誰も知る者がいない土地で一人、言葉を交わす相手も頼れる人もいない。そこへ唯一手を差し伸べてくれたのが中島社長です。そのことを言葉にできないほど恩に感じていますよ。あいつは今でもね。そげんですか。そんなら俺からもあいつに伝えてほしいことが。ん？鈴木さんに最後に会うた時、俺はこう言うたとです。鈴木さんはうちの社員ばい。何があっても戻ってきいって。うん、
そん言葉は今も生きとる。もしも困っとるとなら、またいつでもうちに帰ってきたらよか。いつでも九州には俺が待っとるけん。あんたは決して一人きりじゃなか。そう伊達さんの口から伝えてくれんね。今日もありがとうな、伊達さん。また一つやり残しを済ませることができたよ。中島社長に恩を感じてると伝えられた。それ以上できることはもうね。よせよ水くせ。ところでさっきは俺を親友って言ってくれたよな。あ、いや、あれはその中島社長に信用してもらわなきゃならなかったからよ。胸の奥まで染みる言葉だったよ。今の俺には特に心強かった。もしよかったら取り消さないでくれるか。そうだな。なあ、ハグするか。まだそこまで酔っちゃいねえよ。だよな。一休みしましょう。どうした長、また店の悪口でも書かれたか。それとは別でハンピン・リューマンの若い衆からのお知らせ、俺の耳に入れときたいことがあるってさ。お前もう組織から抜けた身だろう。そうなんだけどさ、向こうから連絡をよこしてくるんだよ。ちょっと愚痴に付き合ってもらっていい？で、若い衆からの知らせってのは。この前話したブログの記事のこと覚えてる？うちの店をネットでこき下ろしてるやつ。ああ、店でトラブった客が書いたかもってやつだよな。そう、そいつを今ハンピン・リューマンのイケイケがいろんなツテ使って探してるんだって。長さんの店をけなしてんのはどいつだって目ちばしらせて、もし見つけたらちょっと物騒なことになりそうでさ。まさかお前がけしかけてるんじゃないだろうな。そんなわけないでしょ。若い連中が元ボスへの悪口を許さねえって息巻いてるわけか。ああ、裏の世界はメンツが命だからね。キリュウさんには釈迦に説法だけど。連中を止めた方がいいんじゃないか。
例のブロガーってのは肩着なんだろ。まあそうだよね。俺がそんな手間取らされるのも尺なんだけど。それでその動いてる若いのはどれくらいの規模なんだ。大勢だね。50人まではいかないと思うけど。だいぶ多いな。けど中心メンバーは4人。俺がハンピン・リューマンの総帥だった間、自分らで四天王を名乗って俺の周りに張り付いてた奴らでさ。総帥の親衛隊ってところか。可愛い奴らでさ、ただ血の気が多いもんだからよくやりすぎてた。彼らが一番ブロガーに腹立ててるから、まずそこを止めないといけない。お前も大変だな。組織を離れても神輿に担がれてるうちは静かに暮らせねえ。キリュウさんがそれを言うんだ。こっちの話は道島の竜のスケールとは比べ物にならない。まあでも俺らこの悩みについては仲間だよね。こんな話他の誰にも相談のしようもないじゃん。道理でお前とは気楽に飲めるわけだ。同じ悩みを愚痴れるんだからな。お互いに貴重な存在だね。大事に扱わないと。違いね。真面目な話さ、キリュウさんは何でもかんでも自分から背負い込もうとしてるように見える。自分の先が短いことにもすぐ覚悟決めちゃってさ。そうでもないさ。悩んだり迷ったりする時間は十分にあった。それでも俺はもっとあがいていいんじゃないかと思うんだよ。キリュウさん、あんたは自分が伝説の極道だからってカッコつけすぎなんじゃない？どうしたんだ急に。前から思ってたことだよ。サシで飲む仲だし、俺もしょうもない愚痴を聞いてもらうくらいには腹割った。そろそろ行ってもいいかなって。それともまだ踏み込むには早かった？いや、それなら重く受け止めておこう。貴重な飲み仲間の忠告だ。そっか、一緒に飲んだ甲斐があった。手間のかかる人だよね。今日の酒はなかなかしみるな。いい感じ。じゃねえぞ。やってやるぞ。遊んであげるよ。終わらせる。いらっしゃい。いい感じ。やってやる。さて。
始めようか。終わらせる。もしもし。伊達だ、キリュウ。手が空いたらまたハーバーライトに来てくれるか。ああ、わかった。そうするよ。なんだ、どうかしたか。いや、さすがに今回は先に行っておいた方がいいだろうな。あのよ、キリュウ。佐山がこっち来てんだ。カオルが？ああ、さっき連絡があったんだ。どうだ？さすがのお前も悩むか。でも来た方がいい。あいつだって同じ視線くぐった戦友だろ。元気してるかぐらい確かめに来いよ。ああ、そうだな。いきなりの話で悪かったな。こっちも急な話だったんだ。勘弁してくれ。いや、わざわざすまない。じゃあ待ってるぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ご飯にする？お風呂にする？それともあたしってあるじゃん。ないが。ないわね。急に始まって即終わっちゃったよ。まあもう少し聞いてやろうぜ。昔のフィクションとかじゃ定番だな。いい人だな、キリュウさん。これね、あたしはさておいてさ、飯と風呂なら普通飯選ぶよなって聞きたかったね。別に誰かに言われたいとかじゃなくてよ。どうだろう。私は先に汗流したいけど。私は食べたいかな。空腹だとなんだか悲しくなってしまう。あれ、意見割れたな。キリュウさんはどうです？飯だな。腹減ってるとどうにも落ち着かなくてな。わかる、わかる。めちゃくちゃ同意するじゃん。蝶はどっち派？俺は飯だね。油とか跳ねちゃうから最後に風呂で洗い流すんだ。ああ、料理人視点なのね。こんなセリフいつか言われてえな。やっぱ言われたいんじゃん。ふん、今度言ってやろうか。声です。いらっしゃいませ。
ありがといらっしゃいませ。どちらまで行かれ？そうですか。またよろしくお願い。最近抹茶にハマってるんだよね。おお、渋いな。最近は抹茶味のデザートとか多いしな。まあそうなんだけど、抹茶味というより抹茶そのものだね。立てるのが面白くてさ。思ったより本格的な趣味だったな。最初はダマになって難しかったけど、だんだん上手くなってきてね。今ではクリーミーで泡立ちのいい抹茶を出せるようになったよ。もともと茶菓子を美味しく食べたくて始めてみただけなんだけど、今となっては美味しく立てるテクを研究する方が楽しくてさ。目的と手段が入れ替わった結果だったのか。いい感じだ。絆が深まったぜ。思い出す。やってるスマホゲームのイベント今日までだった。あと一周したらアイテム交換のポイントがたまりそうなんだよね。お前は本当にそういうの好きだな。よくわからないけど区切りがあるならやっちゃえば。そう、悪いね。じゃあ遠慮なく。どうしたの、まんちゃん。
ガキの頃にやってたゲームってすぐにセーブとかできないの多くて、親にやめろって言われても次のセーブポイントまでって言って粘ることあったじゃん。ああ、あったわ。結局やりすぎて怒られたっけ。あの頃の必死な俺の顔とね、今の蝶の顔はきっと同じだなって思ったら、なんだか笑えてきちまってよ。違う？いや、きっと同じだわ。ぶっつぶ！いつでも行けるよ。私の番。サポートする。私の番。痛めつけてやんよ。なめんなよ。よく覚えてる。容赦しない。調子出てきたぞ。どこにいるの？もうギブアップ？任せて。来ない。ダーンと邪魔すよ。せややる。さっさと来い。かかってきなよ。サポートする。合わせるぞ。手加減はなしだ。目立っちゃおうかな。かかってきなよ。合わせてないよね。ダーンと邪魔すよ。さっさと来い。私も狙うか。弱い。私は来いだ。またいい男になっちゃった。
サエコのバッグは結構頑丈に見えるが、特別製なのか？特別製じゃないけど、もともと素材がしっかりしたブランドのなんです。底板もめっちゃ硬いから、当たると結構痛いんですよ。めっちゃ硬いのか？ナイフくらいなら余裕で弾けると思うな。そいつはめっちゃ立派なバッグだな。よし、コンプリートだ。うん、キリュウさん、どこかで一休みしません？いいぜ。少し疲れたか？なんか甘いもの飲みたくなっちゃって。プラージュとかはどうです？あそこのラテ美味しいんです。ではそこで休憩としよう。出てきたぞ。恥かいて知らないから。目障りだ。コンビプレイ。私の番。狙うか。協力しちゃう。やるか。任せて。死にそう。行くぞ！
いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとう。ちゃん、プリクラあるよ、プリクラ。いや、これ証明写真機だろ。騙されるか。なんだ、残念。でもこれ大きいし、頑張ればみんなで入れるかもよ。ギリかな。言うほどギリっすか、キリュウさん。ここで無理しなくても、今度普通にゲームセンターとかで撮ろうよ。今のプリクラはすごいよ。肌の透明感とか調整できたりするの。面白そうだね。俺も持っちゃおうかな。これプリクラじゃなかったのか。よぉ綺麗なお姉ちゃんたちも来てるじゃねえか。ああ、こりゃもうたまんなくなっちまうな。連中、そのお姉ちゃんの一人がコミジルの女王ってこと知らねえんだろうな。無知ってのは怖いもんだよ。キリュウさん、沢城が見当たらないようだ。倉庫の中ってことなんじゃない。俺たちは沢城が出てくるまで前に進み続けるだけだ。邪魔する奴には消えてってもらう。おい、なんだお前ら。ずいぶん涼しい顔しやがって。なめてんのかこら。マジでぶっ殺されてんのか。来る気があんならさっさとかかってこい。お前らとは口を聞くだけ時間の無駄なんでな。なんだとこら。後悔すんなよ。後悔するなよ。やるか。こいつを食らうという。終わりだ。相手が悪かったね。叩きます。
よく吠えるね。さっさと来い。手数がいるな。私の番。クレーンズハイオフ。私の番だ。狙うか。どうしよっかな。覚悟できてる。もうギブアップ。私も狙うか。ビリビリしやがる。調子加減しないぞ。せやめろ。ドリア。ダーンと出ますよ。ほら、ほら、いけ。ボケだ。やる。コンビプレイ。手加減はなしだ。よく弱い勝負になっちゃうよ。まだ強くなれるだろう。見とれないでよね。お前らはやり直すためにここへ来たんじゃなかったのか。それともハワイへ行くから日本でのことは全部チャラか。組の命令で振るった暴力は濃感か。そんな覚悟でいりゃどこに行ったって裏社会から抜けられやしねえ。本気で人生立て直したいと思ってんなら少しはてめえの頭で考えろ。私はあの人ほど優しくはない。立てついてきた奴にはきっちりけじめをつけさせる。それがコミジュルの流儀だ。うわ、痛そう。たまに本性が前面に出てくるんだよね、ソンヒって。表の連中は全滅ですか。ああ奴らしばらく使い物になんねえはずだ。少しは休みをくれてやるんだな。心配は無用です。代わりの人間は吐いて捨てるほどいますんで。大概算で行き場をなくした極道崩れがね。連中を食い物にするためにお前らは第二次大解散なんてお題目を唱えてんのか。あいつらにとっちゃやっと差し込んできた希望の光だったはずだ。ふん、そうですね。そういやこんなことを言ってるやつがいましたよ。カタギの世界は全く自由がなく、まるで無所のようだったと。元ヤクザがいつ何をしでかすか常に監視されてるようなもんだったんでしょう。ですが面白いのはこっからです。ここでは常時100人近い組員が作業をするんですが、管理者は1人以下で済むんですよ。それができるのも倉庫の構造にありましてね。この監視塔を見てください。中に管理者がいるかさえ外からは見えません。管理される側はいつ見られているかわからないので作業の手を抜けなくなるわけです。パノプチクンという構造ですが、これが何のために考案されたかわかりますか。無所の監視だ。ご名答です。無所のような社会から逃れてきたはずの元ヤクザたちは結局少しだけマシな牢獄に来るだけのことだった。お前らは何のために連中を集めてる。
なんでハワイへ送り込む必要がある？救ってやるためにですよ。海老名がそう言ってんのか？もしそんな上っ面の話しかされてねえんなら、お前もいずれ使い捨てられる運命だ。口には気をつけた方がいいですよ。彼らは清流会の中でも武闘派です。海老名さんへの忠誠心も厚い。命令を受ければ殺しも厭わない。命令がなくても組の敵は躊躇なく殺す覚悟がある。今時の極道にしちゃ珍しいな。だが口で言うだけなら何とでも言える。そんな奴ら腐るほど見てきた。来い。本物の武闘派ってのがどんなもんか俺の拳で味わわせてやる。珍しい獲物を使いやがる。扱う武器が一つとは限らねえ。気を引き締めていかねえと。こいつを食らう。出てきたぞ。楽しませてよく吠えるね。死にてえやつだけかかってこい。目覚まりだ。うん。どうした？しのげるかな？やるか。強力しちゃう。手加減はなしだ。かかってサポートする。うん。どうしよっかな。追撃する。ヘイ。
てりゃ。せし。さすが伊達じゃねえな。いい加減終わりにしましょうか。まとめて片付けるか。あらら、何も持たないでどうするんだろうね。何か嫌な気配がする。慎重に出方を。出てきたぞ。私の番。何だかますよ。私の番。行きな。手加減はなしだ。終わらせる。どうしよっかな。さっさと来い。もうギブアップ。容赦しない。おめえ、そろそろくたばっちゃくれませんかね。相手してやる。仕留める。目立っちゃおうかな。くらいなよ。ない気分だぜ。いい感じ。素直に喜んでおくか。まだまだ強くなれそうだ。格が上がったね。またいい男になっちゃった。あの沢城ぶっ倒してやった。さすが桐生さん。俺をこっから連れ出してくだせ。奴らの前じゃ何も話せねえ。うわっ、よせ。俺をどうする気だ。監視の目から逃れたい。このまま海に放り込んでください。そこまでやる必要があるのか。後で一の家に。俺もすぐ向かいます。え、あれ、キリュウさん、シュート。何もそこまで。もうここに用はねえ。次は海老名だ。やっぱ面白えわあの人。いや、まさか。いつも透かしてた沢城があんな声上げて海に落とされるなんてよ。ちょっと衝撃的だよね。なるほど。それじゃあ海に落としたのも沢城と示し合わせてたわけですか。ああ、この後春日の部屋で待ち合わせてる。桐生さんは沢城を信用することにしたんですね。信用できるか見極めるために話すんだ。何にしてもあいつはお忍びで来るわけだからな。
それなりに変装してくると思うぜ。へえ、ちょっと楽しみかも。この手でひねり手をしてやって来やがれ。やるか。脇が甘いな。しつけの時間。手加減はなしだ。私の番。相手してやる。ビリビリするわ。やるか。楽しませてよね。もうギブアップ？容赦しない。やっ、狙っちゃおうかな。よし。なんだよ。どっち？私の番。狙うか。どうしよっかな。調子出てきたぞ。人生これ成長ってな。私も狙うか。終わらせる。
ぞ。よく吠えるね。俺が正義だ。何？ダウンとけますよ。来ないのか。はっ。おお。はっ。どうか見てんの。目障りだ。くらいなよ。やるか。脇が甘いな。はい、おー、決まる。私の番。コンビで行き。手加減はなしだ。任せて。私の分サポートする。やっ、狙っちゃおうかな。しのげるかな。できたんだよ。せやありがとう。すまない。結構調子いいかも。私も狙うか。強力だよ。調子出てきた。任せて。これで元通りだ。これで元通りだぞ。恥かいても知らないから。俺が正義だ。力の差を見せてサポートする。本気で行きますよ。仕留める。手が高いよ。ダウンとかますよ。ここは任せて。楽しませて。もうギブアップ。容赦しない。くれ。手加減はなしだ。コンビプレイ。調子いいぞ、私。任せて。結構調子いいかも。見せてあげる。一本だね。大勝利。どんなもんや。まだ強くなれるだ。見とれないでよね。格が上がったね。大人の渋みが出てきたぜ。これだな。よし、取れたぜ。いくらでも戦えるわ。スマホ見ながらブツブツ言ってんだ。ああ、クロスワードアプリだよ。検証の締め切り近いの忘れててさ。雑誌や新聞以外にも最近はアプリでもあるんだな、クロスワード。結構面白いよ。勉強にもなるし。ラーメンと。それちなみに何が当たるんだ。もやし1年分だって。どう考えても1年持たねえだろ、もやし。
だね。当たったらうちの店でもやしパーティーでもするか。あ、キリュウさんにも消費に協力してもらうからね。もっと日持ちする景品にしてもらいたいもんだ。いい感じだ。よく分かってきた。来たな、キリュウ。いいか、これからまた場所を変えるぜ。もう準備はできてるんだよな。ああ、準備はできてる。よし、じゃあ行くか。お前、佐山とはいつぶりだ？俺が沖縄に移住して以来だな。だから15年ぶりじゃ済まないか。佐山薫、出会ったのは確か2006年。もう17年前になるか。当時は府警の捜査4課、泣く子も黙る丸坊のエースだった。俺たちは東城会に関わるある事件をきっかけに出会った。そして、時限爆弾のカウントダウンが響く中、最後の一瞬を共にしようと決めた女だ。15年か、そんなになるか。そこまでじゃねえが、俺も会うのは久方ぶりだ。仕事でこっち来たから、お話でも聞かせてくれませんかってお誘いでな。これでも俺結構尊敬されてんだぜ。急になんだよ。自慢する相手がいなくてよ。15年以上ぶりとはいえ佐山だからな。遠目からでもお前に気づかないとも限らねえ。注意しろよ。どうだかな、すっかり忘れちまってるんじゃねえのか。バカ、ほれこれ使え。捜査の時に使う無線イヤホンとマイクだ。特別に貸してやる。これで会話が拾えるし、そっちから何か言ってくれれば俺に聞こえる。さあ行こうぜ。相変わらず忙しそうだな。こっちにはいつまでいるんだ？明後日にはもう。民生さんは元気にしてるのか？ええ、ママったらまだ毎晩お店に立ってて、私より元気かも。いいじゃねえか、今のうちに親孝行しとけ。ですね。それにしてもずいぶんご無沙汰してました。6、7年ぶりですよね。カズマの訃報を連絡いただいたのが多分最後。ああ、あの時は驚かせちまって悪かったな。いえ、遅かれ早かれ耳に入ったでしょうから。あの人警察じゃ超のつく有名人だし。まあ大事件には必ずと言っていいほど名前が出てくるからな。そっちにもいるか、キリュウ・カズマ・クロマグロンジャ。います、います。キリュウ・カズマはまだ生きていて、今も影から社会をコントロールしているなんて人までいますよ。そんなことを警察官が言ってるんですよ。
家みたい。まあそれだけ存在感が強烈だった。直接関わってない奴ほどあいつを伝説化しちまうのも無理はねえですね。でもあの人が死んだっていうのは私もまだ実感ないんです。あんなタフな人逆にどうやったら死ぬのって、そんな場面ばっかり見てきたから。そうだな、あいつのしぶとさは全く筋金入りだ本当に。まだまだ仕事一筋か。ええ、少年課に異動したんだってな。聞いた時は驚いた。ですよね。どんなキャリアパスなのって。志願してのことなんだよな。何か理由があるのか。はい。実は大解散がきっかけなんです。大解散が？はい、大解散の後堂島大吾たちが関西で警備会社を立ち上げましたよね。元坊たちの受け皿を作るために。ああ、カズマが生きてたら多分彼らに手を貸してたんじゃないかなって思ったんです。あの人は古いヤクザの象徴みたいなものだから、ヤクザの後始末にきっと強い責任感を感じていたんじゃないかって。うん、彼らが後始末をするなら私が警察官としてやれることは予防なんじゃないか、ふとそう思ったんです。若い奴らがヤクザや半グレに落ちないようにする予防だな。それで少年課か。はい、思っていた以上に大変ですけどやりがいありますよ。それがお前なりの桐生とのつながり方なんだなかっこつけて言うとそういうことですね。だから今は警察官としての新しい夢を追いかけてる最中なんです。だからそっちに全力で行きたいっていう気持ちなんですけど、どこかでまだあの人を待ってるのかも。うん、一途でいい女だと思いません？うん、あのな、佐山、実は。いいんだ、伊達さん。うん、いいんだ。どうしたんですか？いや、全くだ。ほんと、あいつにはもったいねえ。ありがとな、伊達さん。俺は思ったよりも下方もんだったらしい。まったくだ、この色男が。佐山には本当に伝えなくてよかったのか？ああ、何にせよあいつが警察官としての夢を追う以上俺はいない方がいい。東条会四代目の辛いところか。けどよ、桐生、何度でも言うぜ、お前はもっと自分勝手に生きていい。惚れた女ならがむしゃらにしがみついていいんだ。見てるこっちがやきもきしやがる。離婚経験者の言うことは説得力が違うな。お前そういうことを言うか？悪い、冗談だ。ありがとうな、伊達さん。容赦ねえな。でもいい傾向だ。そうそう、そうやって好き勝手やってけ。お前にはそれを受け止めてくれる奴らが大勢いるんだ。それを忘れんなよ。ああ、
どちらまで行かれますか？それでは出発いたし。ゲーセンの前を通ると苦い思い出が蘇るな。苦い思い出？盆栽名館っていうガチャガチャがあったからやってみたのよ。最近のガチャガチャって何でもあるんだな。そしたら全6種中5個かぶりなしで一気に来たからさ、もうコンプリートしてやろうと思って次引いたわけ。全然出ないんだよね。最後おかげで7000円使っちゃったよ。レバー回しまくって腕も疲れた。いい客だなお前。でもまあ最後の1個出た時は感動したよね。実在したんだと。それは良かったな。ちなみに最後の1個はどんな盆栽なんだ？赤蝦夷松だったね。そっか、お疲れ。よし、絆が深まったぜ。休みしていこう。幼長、隣か。いいけど、キリュウさんは控えめにしてよ。分かった。気使わせちまってすまないな。本当だよ。俺こんなこと言うからじゃないんだよ。そういえばこの間の話に新しい動きがあったんだよね。この間の話？ブロガーの話。うちの店をこき下ろしたやつね。ハンピン・リューマンの若い連中がさ、そいつの身元をついに割っちゃったんだよ。おい、それはまずいんじゃねえのか？命までは取らねえだろうが。だからもちろん手を出さないように念押ししたよ。その場で連中も分かりましたとは言った。でもなんだ。俺の親衛隊を自負してる子たちだからね。俺のメンツを俺以上に気にする奴らがこのままおとなしくしてるとは思えなくて。ならどうするんだ？だから俺はこうも言ったんだ。もしもこの先例のブロガーの身に何かあったら、その瞬間俺は自分の店を畳むって。何？無関係の事故だろうが何だろうが例外はなし。
ブロガー君の安全が破られたら俺はその時点で無条件に店を辞めてこの町も出るって。さすがだな、覚悟を見せる判断が早い。そこまで嫌、若い衆も手を出さないか。そう、ブロガーに手を出せば俺が店を失う。それは俺の望むところじゃないと誰もが知ってる。言葉に裏がねえって示すにはそこまでする必要があるんだな。あとはブロガー君が安全に暮らすことを祈るよ。もし彼が単に事故ったりしただけでも俺は店じまいだ。これで若い衆は一応収まりそうだな。うん、ただブロガーは今でもほとんど毎日俺の店の悪口を書き続けてる。もういい加減勘弁してほしいよ。そういやブロガーってのは結局どういうやつだったんだ。ごく普通の一般サラリーマン。案の定店で揉めた男だった。ただ最近自分が嗅ぎ回られてることに気づいたみたいで今はどっかに雲隠れしてる。ほう、案外鼻が利くんだな。そいつの一人暮らしの家は留守のままだし会社も休んでるんだってさ。住んでたのはこの辺なのか。そうだね、住所は中華街の近く。その辺の店のことなんかもブログに書いてたよ。そっちの記事はちゃんと的確な食レポしてたのにね。味の分析はなかなか年季が入ってたよ。それはまあいいとして、ネットでお前の店をこき下ろすのは早いとこやめさせた方がいい。そいつの身のためにもな。そうなんだよね、本人がどのくらい危機感持ってるかわからないけど。ブロガーを俺らで先に見つけて保護してやるか。そこまでしてやる義理はないでしょう。俺だってそいつの顔見たらきっとムカついっちゃうし。まあそれもそうか。しかしネットのこととはいえ、ブロガーもハンピン・リューマン全体に喧嘩売るつもりはなかったはずだ。まさかこき下ろした店のオーナーが元総帥なんてよ。運が悪かったのは確かだね。けどもっと悪いのはあいつのマナーだったよ。人ん家を無断で撮影して一言注意されただけで逆ギレだもん。それで一方的にネット越しに喧嘩売ってきたんだから少しは懲りてほしいよね。だがお前が店を続けるにはそいつに穏やかに過ごしてもらわなきゃならねえ。じゃあ乾杯するか。ブロガーが平穏に過ごせるように。そうだね、仕方ない。こんなに気が進まない乾杯もなかなかないね。まったくだ。よし歌おうか。
この歌を贈るぜ。夢中で貫いた偽りのジャスティス、握っていたはずの手はいつしかはぐれてた。巡る季節刻む時計、道を耕えた二人、So tonight 今夜もまた tonight ため息つく一人きりじゃ上書けない思い出、 Not tonight 誓いの So tonight 場所で待つよ、こんな夜はお前に会える気がして、二人また歩いて行けるなら、胸の古傷も頬伝う涙も笑い話に変えてみせるさ。この歌を贈るぜ。バカだろう、こんな俺を愛するなんて。今まだ喉元に残る I love you。夜ほどに悲しくて、うまくもないことずっとわかっていたのに、バカだろう、バカだね、バカだよ、バカ野郎、最後の最後まで泣かせてばかりのバカ野郎、あなたを愛してるも言えないままなんて、キリさん、いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃい。
ありがとうよ。いらっしゃい。ありがとう。しろ、あんたその格好。いらねえことは何も言うな。こっちもそう時間があるわけじゃねえ。分かってる。だがまずはお前の立ち位置をはっきりさせてくれ。お前にとって海老名は何なんだ。極道の第二次大解散を持ちかけてきた荒川真澄の意志を継ぐ男です。我々もそう見ていた。だが実際のところについてはあんたももう気づいてるはずだ。ああ、やつが歌う第二次大解散は清流会に人を集めるためのデマがさ。だが俺がそれに気づいたのは意志をハワイに送り出した後だった。そんな偶然ある。俺も同意見だ。だがこいつならもう少しマシな嘘を用意しとくだろうな。確かに日頃の行いの悪さが幸いする珍しいケースだね。春日がハワイを送り込まれたのは茜さんをおびき出す餌にするためだった。海老名はそれをブライスのためにやっていた。そうだな。お察しの通りです。だったらなんであんたは海老名とつるみ続けてんだ。知ってんのか、あいつらのせいで茜さんはずっとハワイを逃げ回ってたんだ。荒川真澄の愛した人なんだろ。ああ、だが今のハワイには位置がいる。あいつがいれば茜さんは大丈夫だ。ずいぶん高く買っているんだね、春日君のこと。かもな。だから俺はこっちで俺にしかできないことをやる。それって何のこと。海老名が人寄せの出しにした第二次大解散をそっくりいただいて俺が実現させるんだ。え？ただしそのためには海老名の本当の目的を知る必要がある。本当の目的？やつがパレガノと組んでるゴミの保管ビジネスってのはどうやらその先に原発が絡んでいます。原発から出る核のゴミってやつが。何？原発って原子力発電？ああ、核兵器に転用できる使用済み燃料棒はゴミっつっても管理は厳重だ。万が一にも流出しないように世界中が目を光らせてる。一方放射能で汚染された土壌に水、コンクリート、使い捨てられた防護服、そっちは低レベル放射性廃棄物と言われるものの出る量は無尽蔵だ。その何百年と放射能を撒き散らす厄介なゴミを特に廃炉中の原発を抱えた日本は大量に吐き出し続けている。そんなのが最終的な捨て場所もなく一時的に貯蔵つって棚上げにされてるわけだ。
そういえば時々ニュースなんかで聞くよね。原発のゴミ処理場を作ろうにも地元の人たちに反対されてどこにも作れないって。だからパルガナはそこに目をつけた。もう20年以上前から数カ国の核のゴミを自分たちの島で引き受けてる。島の名前はネレ島のことか。パルカナの信者にとっては選ばれた者だけが立ち入ることを許される楽園。ええ、その島です。教団の聖地を核のゴミ置き場にしてるってのがあのブライスって男。もちろん高い処理費用を取ってるし、エビノもその分け前に預かるんでしょう。ただそこにハワイへ送り出す元棒たちがどう絡むのかはまだ分かっていません。ゴミ運搬の人足として使われるとしか。じゃあ結局エビナの狙いは金ってことかよ。ただこう言っちゃなんだけど、どうなんすかね。日本の核のゴミをパレカナが処理してくれるってんなら、それは大変結構な話じゃねえかって思っちまうんですが。原発のゴミは自分の国で処理するって原則あったはずだ。エビナたちはその法を破る気でいるのか。いえ、法を緩めるように根回しをするつもりです。政治家に官僚、財界は実際のところ日本中で止まっている原発を再稼働させたいし、なんだったら新しく建設して経済のカンフル剤にしたいと思ってる。その第一歩として核のゴミを処分できる仕組みは歓迎されるでしょう。例えばある日テレビで実験的に海外での処理を検討する時期に来ているなんてコメントが聞こえるようになったら、世論への根回しが始まったってことです。そして法規制の緩和につながっていく。なるほど。結果的にエビナとパレカナは合法のビジネスができるわけか。極度と怪しげな教団でなければ鵜呑みにできたのにな。偏見だったら申し訳ないが、何か裏があるようにしか見えん。そういうことだ。つまりお前はその裏ってのを探るためにエビナについていると。ええ。その割にもっともらしく桐生さんの素性をバラしてなかったっけ。タタラチャンネルです。あれは渡された台本通りにやっただけだ。ええ、そうかい。極道の第二次大解散は確かに海老名の言い出した方便かもしれません。ですが荒川真澄が生きていれば望んだはずの計画でもある。海老名の狙いが本当はよそにあるってんなら、そこにつけ入って俺が全部もらい受けます。なるほどな。その時には道島の竜って看板を当てにできると踏んでますよ。だから俺もあなたには腹割って見せることにしたんです。俺たちで果たした東上会と近江連合の大解散はもう元の黙阿弥になっていたのか。極道たちが腹を決めて捨て身で開いた道だったはずだ。それがたったの4年かそこらで。桐生さん、見込みが甘かったってことなのかな。日本っていう国は実は想像を超えて過去の過ちに寛容じゃなかった。だから元極道たちは立ち直る間もなく海老名に取り込まれるしかなかったんだ。いや、こんな状況になるのは何かがおかしい。俺が聞いていたあいつらの計画にはもっと勝算があった。あいつらっていうと？大解散の仕掛け人たちだ。東上会六代目堂島大吾、そして真島五郎、西島大河だ。